黄色い線の内側にお下がりください。じゃあ、いただきます。いただきます。みちる、ん？何か買ってくるものはないか？うん、大丈夫。行ってきます。いってらっしゃい。お母さんってどんな人だった？よく白いシャツ着ていたな。風はもう絶対に就職しないの？しない。私って欲が深いからさ、一つの仕事だけで人生が終わるなんて耐えられない。そう、永久就職ならいつでも OK なんだけどな。欲が深いからね。どうしたの？こうしてると全然わかんないんだけど。ちょっと、もうどうしてそんなに意地悪するの？ごめんごめん、なんとなく可愛いから。点字読めるようになった？うん、読めるけどまだ片言っていうか、スラスラとは。まだ初心者だから。そういうの得意じゃない。ダメダメ、だって指先で読むんだよ。みちるは昔からコツコツやる方だったから、すぐスラスラ読めるようになるよ。あっ、カズエ、カ
ずい。そのままそこにいて。今日は何かあった？別にいつもと同じ。明日図書館に寄ってまた展示の本を借りてくるよ。あ、朗読テープも借りてきて。わかった。おやすみなさい。おやすみ。行ってきます。行ってらっしゃい。手紙置いといたから。てめおぴうよちらあたんじよぴおめでとう。
しもし。はい、そうですけど。受付までお願いできますか。これからどうなるの、ミッチェルちゃん。突然だったからな。困ったな。この度はご愁傷様。家の前であなたの母さんに会ったの。傘差して立ってたの。本当に20年ぶりなんですもの。最初わからなかったわ。お入りなさいって言ったんだけど、やっぱり会えないって。そりゃそうよね。誰にも言わないでくれって頼まれたんだけど、分かりました。いいよ。ミッチェルちゃん、こっちに来て。あそこ、あの正面の駅のホームにあなたのお母さん立ってるの。
さん。お母さん。はほら狭くてとても引き取れないけど、近くに新しくできた施設もあるから。あの全盲の人でも一人で暮らしている人はたくさんいます。父が残してくれた保険金もありますし、生活の方は大丈夫です。だけど私はもう大人です。この家の中なら私何もかも全部分かっていますから。怒られてる。ありがとう。ごめんね、力になれなくて。おやすみなさい。生きてたか。カズエ？行くよ。行くってどこへ？日に当たってない顔してる。いい天気だよ。たまには遠出しよう。ミチルは一人でいつも何してるわけ？眠ったり、いろんなこと考えたり。耐えられないよそんなの。退屈しないの？別にしないけど。乗るよ。坊や、坊や。扉が閉まります。寒くなってきたね。うん、今年は寒くなるんだって。そうなの。ミチルは寒いの平気なの？暑いのよりはいい。私と反対だ。風はひまわりだから。ミチルは？モウセンゴケとか。何それ。
の事故からなんか物がよく見えなくなって、すべてがぼんやりと暗くて、だんだん暗くなっているんです。この部屋もとても暗い。先生、私このまま？最悪の場合は強い光は少し感じるでしょうが。どなた？どなたですか？誰もいないんですか？
番のものですが。失礼します。ご家族の方は？一人暮らしです。お宅の周りで何か不審なことはありませんでしたか？別に変わりはないです。不審者を見かけたとか？特に何も。そうですか。じゃあもし何かありましたら警察にご連絡ください。失礼します。ご苦労様。ニュージャップだ。今朝、城東最上線大谷駅で起こった転落事故は、その後の調べで何者かによって突き落とされた可能性が出てきました。死亡したのは印刷会社勤務の松永俊夫さんです。松永さんがホームから転落した時、男が一人ホームにいて、駅員の制止を振り切って逃走しました。警察は松永さんの事故に何らかの関わりがあるとみて、この男の行方を追っています。まもなく急行が通過いたします。黄色い線の内側でお待ちください。
やすみなさい。
ちょっと買い物に行ってきます。3時ごろ和江さんから電話あり。誕生日おめでとう。行かない？飲みに。今井さんのおごりだったらいいですよ。あ、いいよいいよいいよ。マジで？お疲れ様です。お疲れ様です。あー、しょ。松永さん、どうしたんですか？ちょっと腰がな。昨夜、やりすぎたんじゃないの？腰だね。おじさん、今夜みんなで行くんですけど、どうですか？ちょっと用があるから。あいつ誘っても無駄。中国人の考えてることは分かんねえ。え、大石さん中国人なんですか？ん？ハーフ。一応国籍は日本。あっちで育ったんだろ。日本人じゃねえよ。何人でもいいけどよ。付き合いってもんがあんじゃん。日本で働いてんだからさ。ですよ ね。若木、ちょっとタバコ買ってきてくれよ。あ、いいっすよ。ラークマイルドでしたね。うん。いらっしゃいませ。お弁当食べますか？うん。はい、はい、
タリアでも商売してたんでしょ。まあね。すげえ。すげえ。そろそろさ、新しいことを何か考えてんじゃないの。教えない。やめてください。何をですか。いつまでもよ、くすぶってらんねえよな。はい、おはようございます。まもなく1番ホームに電車が参ります。黄色い線の。あ、何探してんだよ。ああ、洗剤を。お前の後ろにあんだろ。あ、どうも。目ついてんのかボケ。文句あるのか。携帯買わないんですか。好きじゃない。中国でも携帯みんな持ってるじゃないですか。ああ疲れちゃった。人塚荒いですよね、うちの会社。若木君、そっち頼む。俺タバコ吸ってますんで、あとよろしく。おい、ちょっと待てよ。お願いします。こっちは遊びのつもりなのによ。どうせ本命はちゃんとキープしてるんでしょ。どんな女を選ぶかでな、男の価値は決まるんだよ。俺誰でもいい、女なら。おかげくん、何か片付けがまだだよ。タバコは後で吸えばいい。おいしい。それぐらい一人でできるだろう。そういうわけなんで、お願いします。まだこれ吸ってるんで。
これ確認して制作課に渡しといて。は？俺は帰るから。なんだよ。若い、行くか。ちょっと大石さんに仕事押し付けられちゃって。お前も大石嫌いだよな。え、我很好啊，工作很轻松，同事也都对我很好，你不用担心啊。妈，你还好吗？过年了，我还不知道哎。我再打电话给你好了。おい、大石君。はい。営業が怒鳴り込んできたぞ。東光証券のパンフレットどうなってんだ。もうとっくに終わって若木君に渡しましたけど。あと若木君知らないって言ってぞ。そんなはずは。君は先輩なんだからもっとプライド持ってほしいな。みんなとコミュニケーション取ってないみたいだし。仕事はちゃんとしてるつもりです。そんな態度だと損するぞ。ここは日本なんだから。パンフレット徹夜してでも仕上げてよ。いいね。先に。まだ仕事すんだ。働き者だね中国の人は。もうやめた方がいいんじゃねえか。素直にやめないとお前はこれからも何度も何度も同じミスすることになる。何度も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 な。なんすか。
行が通過いたします。黄色い線の内側でお待ちください。松永さんは面倒見のいい先輩でした。恨まれるとかそういうことは考えられないですよ。行方不明の大石さんとの間に何かあったんでしょうか。さあ、ちょっと見当もつかないな。あまり親しくなかったんで。大石さんはどういう人でしたか。暗い感じかな。まあ、この大石明弘参考人なんですけど、中学3年の時に日本に移住してきたんですが、まあ、なかなか日本の学校にも溶け込めずにですね、高校に入ってからも傷害事件などを起こして学校変わったりもしてるみたいなんですね。まあこれを事故だとは考えられないなと思うんだな僕は。まあ自殺とかっていういわゆるその人身事故に扱えるようなもんであれば何も逃げなくたって。警察の方も全力で行方不明の大石明弘重要参考人捜索している模様です。大阪市南部で大型のセアカゴケグモが発見され、大阪市民は不安な日々を送っています。大型のセアカゴケグモは体調が…午後3時7分です。はい、こちらのお宅の洗濯物が風で飛ばされたみたいなんですけど、これそちらのですよね。これ私のです。どうもありがとうございます。いえ、目がご不自由なんですか。はい。もしよかったら私公園通りのメランザーネっていうお店で働いてるんですけど、今度いらしてください。メランザーネ、イタリアンレストランです。結構美味しいんですよ。はい。私三島春美と言います。本間みちるです。あった。どんなお店？おしゃれな感じ。木に囲まれて森の中みたい。へえ。あ、階段あるよ。魔女の家って感じ。いらっしゃいませ、コートを預かりします。待つよ。あら、昨日の。あ、こんにちは。どうも。こんにちは。こちらにどうぞ。こちらです。テーブルね。
椅子。メニューお持ちしますね。今の人？洗濯物拾ってくれたの。うん、三島晴美さんっていうの。うちの近くに住んでるって。よかったじゃん、近所に知り合いができて。うん、すごく綺麗な人だよ。へえ。みちるさん、お水ここに置きますね。はい。あ、晴美さん。はい。ちょっといいですか。はい。何？写真撮るの。フィルム使い切りたいから。みちるさん、もう少しテーブルの方に近づいてください。はい、じゃあ撮ります。チーズすいません、ね、あ、すいません、写真お願いできます？はい、お願いします。はるみさんも。え、私もごめんね、いろちゃん。いいですよ、じゃあ行きますよ。はい、変な顔して。そういえばみちる、あの事件があった時何してた？事件って？駅でほら、人身事故があったでしょ？即死だったって。でも誰かが突き落としたらしいよ。うん、テレビで言ってた。同じ会社の人だって。すぐ近所のことだからちゃんとしてないとダメだよ。うん、あの日警察の人が来たの。やっぱり。あのね。何？家になんかいるみたい。ネズミ？いやね、みちるんち古いから。今度なんだっけ、駆除する薬買おう。幽霊かも。やめてよもう。うん、これおいしい。みちるも食べて。うん、とっても美味しかったです。知らなかったこのお店のこと。この夏に開店したんです。みちるさんとはお友達なんですか？小学生の時から。もう長い付き合いよね。おやすみなさい。
かいるの？わけないか。どちらでしょう？わっ、風？もうやめてよ。ごめんごめん、バイト行く途中なの。上がってもいい？綺麗にしてるじゃない。シュート目みたい。ピアノ弾いてるの？うん、時々。この部屋、ここみちるのお父さんの部屋だったよね。昔ここで二人で遊んだ。うん。みちる、お父さんが亡くなってからずっと外出てないでしょ。和江と一緒に買い物したりしてるじゃない。そうじゃなくて、例えば一人で散歩したりコンサートに行ったり、楽しむようなことをしてないじゃない。いいよそんなこと。一人で家にいるのが楽しいから。それに一人で杖を使って外に出るのってすごく怖いのよ。練習すればいいよ。手伝ってあげる。怖い目に遭うのは嫌。一人で家にいる方がいい。せめてパソコンやろうよ。今はいろんなソフトがあるんだから。そうすればメールだってできるし。そういうの苦手なの。このままがいいの。じゃあバイトがあるから。うん、またね。危ねえな、邪魔なんだよ。
がとう。Thank you.
あ、このマフラー、みちるの持ってる赤いカーディガンに合うかも。どんな色？深い茶色、水浴びしたカバみたいな色。合うかも。そのコート可愛くないな。お父さんのだから。お腹空いたね、あそこ行こうか。ここはね、あちこちに動物の置物が飾られてるの。へえ。これは、うさぎ？耳が立ってる。あれから何度か来たの。あ、そうなの。はるみさんっていい人だよ。みちるさん、最近何も変わったことはないですか？あ、特に何も。困ったことがあったらすぐに電話してくださいね。はるみさん、みちるの家の近くなんでしょ？うん、郵便ポストを右に入ったアパート。めちゃめちゃ近い。走ったら30秒だよ。もっと早いわよ、私陸上選手だったんだもん。はるみさん、付き合ってる人と来年結婚するんだって。へえ、憧れちゃうよね。結婚して子供産んでローンで家買ってさ。やっぱ無理か。お待たせしました、サーモンとズッキーニのサラダ仕立てになります。これがサラダね。フォークはこれ。どんな人なんですか、結婚する人って。UFO キャッチャーが上手な人。ああ、幸せそうな顔しちゃって。もう聞きたくない。うん、おいしい、このサラダ。250円のお返しになります。はい。あの、あさってのクリスマスイブ、多分お暇ということはないと思うんですが、それでももしかしてお時間があればみちるの家に遊びに来ません？私の手作りケーキがありますよ。うん、時間があったら顔出すかも。お待ちしてます。ごちそうさま。ありがとうございました。この間の写真、みちるもいる？うん、一応いる。はい。その写真を一緒に見てくれる人、みちるも早く探しな。うん。お茶飲んでく？待って。これから一人で外歩く練習しようか。必要ないよ、一人で外歩けないとみちるだって困るよ。いつまでも私がついていられるわけじゃない。もし私が結婚して外国に行っちゃったら？そんな話があるの？例えばよ、もし私が死んだら食料の買い足しはどうするの？どこかに遊びに行きたくなったらどうやって行くつもり？食料は運んでもらえるし、外へ遊びに行くことなんてないもん。それに一人で外へ行くのは危ない。だから練習するの。いや、私が外行くとみんなが迷惑するの。このまま
まあ一生ずっと家の中にいるつもり？外へ出ても何もない。ある。何が？楽しいこと。楽しいことって何？誰かと知り合ったり話をしたり。人と話をするって面白くない？みちるは小学校の先生になりたかったんでしょ？今からだってなれるかもしれないじゃない。なれなくても他のことが見つかるかもしれないじゃない。できることが減ったからって何もかも諦める必要なんてない。私は和江とは違う。みちる、お父さんはもういないんだよ。この家には何もないんだよ。私は和江みたいに器用じゃないから。さよなら。みちるのことはもう知らない。さよなら。よ、ちょっと行かない？おいし。お前誰も信用してないんだろ。あっちでもここでもずっとそうなんだろ。哀れな男だな。
風。昨日はごめん。話がしたいの。お願い、話を聞いて。すいません。ありがとう、ありがとうございます。今のは子供です。なるほど。友達の家です。あなたは悪い人じゃないと思っていました。そんな服だと寒いでしょう。私は風に借りればいいから。その袖の感触、父が着ていたセーターにそっくり。先に家に帰っててください。鍵かけてないから。私は多分帰りには風がついてる。まだそう決まったわけじゃないけど、きっと大丈夫だから。
チル、話を聞いてほしいの。上がれば。どうやって来たの？歩いて。でも完全に一人というわけではなかったわ。誰と？ちょっと前に知り合いになった人で、少しだけサポートしてくれるの。ふーん。一人ではとてもここまで来るのは難しかったと思う。一人だったら3回は死んでた。道に迷ったりしなかった？うん、一人だったら迷ってたかも。でもこれからは少しずつ一人だけで歩く練習をしようと思う。この前あなたが言ってたこととは少し違ってるわね。そうなの、和枝があんまり頼むからしょうがなくそうしてもいいかなって思ったの。みちる、和枝、外は楽しかったよ。カズエ、ありがとう。ここまで来れば大丈夫だから。本当に？うん。じゃあ明日、ケーキ持ってくからね。そこの前の家の娘さんですよね。知ってるんですか？私はね、もうこの駅長いもんですからね。この駅を通る人たちの顔は大体は覚えてるんです。あの、はい、この間の事故のことをお聞きしたいんです。家が近いのに何にも知らなくて。あれは事故というより事件です。殺人事件。殺人。吉川君。はい。ちょっと。彼が目撃をしたんですよ。な、ほら、こないだの、ほら、あれ。ああ、見たと言っても少しだけですけど。教えてください。あの朝は、7時10分の下りが行った後に、死んだ男の人が先に来ました。いつもここを利用してる人で、はい、松永俊夫さん。少し遅れてもう一人の男が来たんです。おはようございます。大石明宏っていう男で。松永さんの会社の後輩なんだそうです。その後23分の急行が入ってきて、おい、ちょっと待って。最初落下事故かと思ったんだ。しかし逃げおおせるもんでもある前にな。その大石明宏という人が松永さんを突き落とすところを見られたんですか？え、
いや、見てないですね。落ちた後しか。運転手の方は見たんでしょう。いいえ、当たるまで気づかなかったっていう話です。ホームには他には誰もいなかったんですね。ええ、改札を通ったのは二人だけですから。我还在原来的地方。妈，你听我说，我没有杀人，可是我看到了，只有我知道犯人是谁。但是我不认识他，我也不知道他住哪里。警察不可能相信我的。我有作案动机，又是中国混血，对不起，我没有怪你啊。我想犯人肯定会再来车站，所以一直躲在能看见车站的地方。你相信我吗？谢谢。我先来。ミチルに絶対勝てないことの一つだな。他にもあるの？何にもしないで何日でもじっとしていられるところとか。勝ってもあんまり嬉しくないな。ミチルは本当は強いし賢い。私なんかよりずっとね。そうかな。そうだ、クラッカーなんていいかも。クラッカー好き？パーンって鳴るやつ、うん、ものすごく好きかも。あの匂いも好き。
よし、買ってくる。そこのコンビニにあるよね。なかったらその先のスーパーに行くから。どんな言葉で話しかけたらいいのか分からなくて。大石さん。名前まで知ってたんですか。私はもういなくなったと。そのつもりでした。その勝手に家に上がり込んで居座ってしまって申し訳ない。謝罪はそれだけ？後でちゃんと謝りに来ます。でもその前にやることが。俺無実なんです。犯人は別にいます。女です。だから窓から駅を見ていたのね。あの女がまた来ると思って。女は来なかった。でも君と一緒に写真に写っていたんです。コートのポケットに入ってた写真に。ウェイトレスみたいな格好をして写ってます。俺見たんです。この女松永俊夫の恋人なんです。なんでそんな。友達なの？いつから？後でその店に案内します。今は友達が来てるからしばらく待って。はい、待ってます。みちるさん、和江さんは？あ、クラッカー買いに行きました。和江が戻ったらケーキ食べましょう。何も手伝わないってなんだか落ち着かないわね。晴美さんはゲストだからいつもお店でお世話になっているお返し。晴美さん、いろいろ質問してもいいですか？いいですよ。どんなこと？恋人のことです。好きな人がいるんでしょ？その人はどんなお仕事してるんですか？印刷会社に勤めてるの。でも時期独立すると思うわ。どんな人でした？面白い人。すごく話がうまくてね、一緒にいても飽きないの。今日は会わないの？会合があるからって。去年のイブはね、酔っ払ってカラオケボックスに行って盛り上がっちゃってずっと一緒に歌ってたのよ。
娘さん具合悪いの？そこの駅で転落して亡くなった方も印刷会社に勤めてたんですよね。ニュースで見たわ。晴美さんはそこの駅をいつも利用してるの？私はあんまり。若い男の人が駅から逃げたんですよね。大石昭弘っていう人が逃げたの。晴美さん、あなたの恋人の名前を教えて。言えないわ恥ずかしいもの。結婚が決まったら教えてあげる。晴美さん、あなたの好きな人はもう死んでしまったのでありませんか？あの日あなたは洗濯物を持ってきてくれた。でもあのシャツ、本当は風で飛ばされたんじゃなかったのね。あなたはうちを訪ねるきっかけが欲しくて、干してある洗濯物からシャツを抜き取った。どうしてそんな？それは恋人を突き落とした時、あなたは窓の前に立っている私を見たからです。あなたは助かりたかった。大石という人に疑いがかかってるのを知ると急に私のことが気になり始めた。晴美さんは私の目が見えないことを訪ねてくるまで知りませんでしたね。ごめんなさい。でもあなたがうちを訪ねてきた理由他に思いつかないの。ミケル、何があったの？あなた誰？大丈夫？大丈夫？
疑ったのは事実ですけど、君は何もしてなかったんだから辞める必要はないんじゃないの？いいんです。どうもお世話になりました。アパート追い出されそうです。本当は俺がやったんじゃないかって、みんなまだ疑ってるから。そこ空いてますよ。あの、俺殺そうと思ってた。手が震えて心臓が苦しくてうまくできなかった。でもあの時あの女が来なければ俺が殺していたかもしれない。だからあの女と同じなんです。俺は中国でも日本でも学校でも職場でもずっと自分の居場所を探して、でも見つからなくて、俺なんかにはいていい場所なんてないんじゃないかと思ったこともある。だけどそこに座ってずっと考えて、やっと分かった。本当に必要なのは場所じゃない。必要なのは自分の存在を許してくれる人間だったんだ。ごめんなさい、うまく言えません。和江さんに元気つけてくれと頼まれたけどダメですね。帰ります。いい天気ですか？え？今日はいい天気ですか？はい、いい天気です。散歩に付き合ってくれませんか？
少しずつ春になったら木の芽が吹くように少しずつ開いていければいいなってみんな開いていけばいいなって俺思います。だから私元気になると思う。そんな気がします。ありがとう。懐かしい街に帰ってきた。意味もなく立ち寄った公園、そこはブランコと滑り台だけ、どこにでもある公園。危ないから降りなさいって、母親に叱られてる子供、風がブランコを揺らしてる。全てを揺らすのでしょう。今日が誰にとって大切な日なんだろう。どうでも今日君をね思い出すよ。どこか